背番号5番後藤浩介です。よろしくお願いします。そうですね、夏の中断期間で、練習試合とか多くやったんですけど、その中でやっぱり前半戦試合時間が少ない選手が結構出るチャンスがあって、その中で結構みんな監督にアピールとかしてたりして、でそれによって今まで前半戦出てた選手が危機感を持って、いい練習、いい雰囲気で練習できてってると思います。でそして個人的にも、6月に、手術をしてやっと復帰できた感じなんで、まあ怪我も順調で、まあ、これからっていうところですね。まあ、チームでは上なんですけど、まあ、若手が入ってくることに対して、その若い選手たちが自分のプレーをやりやすい雰囲気でしたり、まあ、自分たちの経験とかを、まあ、練習や試合で伝えていければいいかなと思ってます。いや、まあ、小学校なんですけど、やっぱり藤川の河川敷で毎週小学校の試合をしたってのがやっぱ一番思い出に残ってますね。やっぱり、富士山じゃないですかね。あとお茶とか、富士山、お茶っていうのが僕の中で結構自慢はできますね。アスルキッチンとかでも、まあ本当に楽しんでもらえればいいですし、その試合見て感動したとか楽しかったとか、僕もああなりたいとか、まあ何かしら感じて帰ってもらえるように頑張ります。3番。やばい、9もいくじゃあ、いきます。1番で。うわー、迷った。わかりますよ。いいですか。いきます。3番。やば。もう3じゃないですか。3番で。おー、めっちゃ嬉しい。普通に考えたら1着。いきます。1で。
サンバ。いきます。2番。いやー調子上げてきた。うわー、いきます。2番。いやー、1か。いきます。正解は2番。よしよし。そうですね、富士ってやっぱ家具屋、家具屋っていうじゃないですか。なんかそういうので、あ、そうかなと思って。1番。1、2、1、2、1、2。これ見たことあるわ。どうも皆さんこんにちは、富士市役所の筋肉王こと福島優希です。うわ、アスルクラロ沼津と後藤選手を皆さん一緒に応援しましょう。ありがとうございます。いやー筋肉王か。富士市の、皆さんの応援を待っています。そして、今コロナ禍で大変な状況ではありますが、少しでも、一人でも多くの皆様に勇気を与えたり、元気を与えれる試合ができればいいと思います。応援よろしくお願いします。